理算数理工学の第11回目の授業をやっていきます。それで、前回、乱択データ構造とアルゴリズムって話をしたんですけども、今日もそのような話をしていきます。はい。そうですね。で、今日はここですね。だから、この講義はあと3回なんですけども、何もなければ、この予備の日は、授業は行わないことになりますので、まあ、そういうつもりでいてください。だから、本当にあと3回です。はい。で、それでですね、今日は、またその、乱択アルゴリズムとして、まあ、典型的なもの、前回、クイックソートを典型的なものとしてご紹介したんですけども、今日はですね、多項式の同一性判定っていう、ちょっと代数的な話なんですけども、すみません。代数的な話なんですけども、それに対する乱択アルゴリズムの話をします。で、これはですね、本当にいろんなところで出てきまして、これ自体を道具として使うってことがよくあります。ので、まあ、それのご紹介をしたいと思います。はい。で、ですね、まあ、前回の復習なんですけども、乱択アルゴリズムなんだったかというと、乱数を用いる、あるいは用いても良いアルゴリズムのことでした。で、ですね、前回、クイックソートですね、クイックソートのピボットの選択を、ランダムに行うという、場合の話をしたんですけども、それはですね、今から言う、この、乱択アルゴリズム類型。まあ、分類と言ってしまうと言い過ぎだと思うんですけども、まあ、乱択アルゴリズムは主に次の2つの種類のものに分けられるんですけども、まあ、それはですね、なんていうんですかね、趣深い名前がついてまして、1つはラスベガス型と呼んでいるもので、もう1つはモンテカルロ型と呼んでいるものです。で、ラスベガス型って言ってるのは、この乱数使うんだけども、出力が必ず正しいというものです。だからなんか、乱数を使うとですね、なんかデタラメにやっていて、出力に関して、それが正しいか正しくないのかってことがよくわかんないってことが起きるような気はするんですけども、前回やったですね、その、乱択クイックソートとか、とかの以外なんですけど、まあ、前回やった、前進問題っていうのの、乱択アルゴリズムですね。で、それは、この、必ず正しい出力を行う。例えば、乱択クイックソートの場合は、その停止した時には必ず、その出力がソートされたものになっていると。で、前進問題の場合には、必ずそのゴールにたどり着いて終了するというわけですね。だから、その正しい出力を行うことが保証されているようなものが、ラスベガス型と呼ばれているものです。で、一方ですね、下のこのモンテカルロ型と言っているものは、そういうような保証がない。正しい出力を行う保証がないようなもののことを指しています。で、そうすると、その正しさっていうのが、確率的に決まるということになります。で、まあ、その正しさっていうのは何なのかってことを、まあ、ちゃんと言う必要はあるかもしれませんけども、まあ、ここでは、ちょっとまあ、この仮括弧付きがずれというふうに言っています。例えば、なんか数値を答えるような問題だとすると、その数値が本来答えるべき数値から少しずれるかもしれない。その確率的にずれるかもしれない。例えば、その、なんか、ソートのような、ソーティングのような問題だとすると、最終的に、その出力っていうのが、そのソートされた列になっていないかもしれないけども、それがそのソートされた列に、まあ、割と近いというか、そういう形になっているような、その、まあ、ズレですね。どれぐらいその、正解からズレというのかっていうところが、確率的に定まるようなものになります。前回やったですね、この乱択クイックソートのようなものは、その、まあ、確率が入ってきて、そのランダムに選ぶところが、アルゴリズムの中にあるんですけども、そういう場合には、その何が確率的に決まるのかっていうと、いわゆる計算量が確率的に決まるようになります。だから、正しい出力を必ず行うんだけども、その正しい出力に至るまでにどれぐらい時間がかかるのかってことが確率的に変わってくるということになるわけです。で、前回はこの乱択クイックソートとかっていう、この、まあ、ラスベガス型の話を実はしていたんですけども、今日やるのは、この下の方のモンテカルロ型になります。つまり、正しい出力をするとは限らないようなアルゴリズムの話になります。で、まあ、その例として、今日はこの多項式の同一性判定っていう話を、まあ、1回とか、まあ、1コマ分やっていくということになります。で、じゃあ多項式の同一性判定ってどういう問題なのかというと、これは判定するっていう問題なんですね。で、例えば、これ、まあ、例題って書いてありますけども、X に関する次の2つの多項式は同じ多項式か。と書いてあって、2つ。あります。一つは x-2^(x+4x-3)+2x-1)/2と。これ多項式ですね。x に関する多項式です。で、一応 R 上のと書いてあるんで、係数とかですね、x に入るような
値というのは全部実数であると。すべての実数を取り得ると。いうふうに思ってください。で、もう一つ書いてある。二つのうちのもう一方はこれです。4x の2乗マイナス 9x プラス17ですね。で、一応ですね、まあ、多項式が同じっていうののことを一応定義しておくと、こうなりますね。なりますけども、2つの多項式 P と Q っていうのが同じであるっていうのは、任意の X、実数 X に対して PX と QX が等しいことを指します。今ここにその RX という書き方書いてますけども、これはよくその多項式を表すときに使う記法だと思ってください。この釘括弧に入ってる X、角括弧かな？角括弧に入ってる X っていうのが、その何を変数として取るのかって、その変数に使う文字を表せると思ってください。ただ、これは変数に使う文字ですね。で、一方で、その前に R って書いてあるんですけども、これは、まあ、X が取り得る値だと思ってください。取り得る値の範囲。だと思ってください。まあ、もう少し本来はですね、係数体とかですね、なんか、不軽減とかっていう言葉を使っていろいろと定義すべきなのかもしれませんけども、また公式に関して今後やっていくわけでは、今後っていうか多項式自体を詳しく調べていくわけではないので、まあ、ここで今私が書いたぐらいの、理解で、この記法については、理解してもらえれば十分です。で、今やるのはですね、じゃあこの2つ同じ多項式か、同じっていうのはこういう意味ですね。同じ多項式かってことを、まあ、判定したり。で、まあ、こういう問題は、まあ、皆さん、実はいろいろとあって、よくあって、どういうふうにやればいいのかってことはご存知かもしれない。で、いろんな方法を紹介するんですけども、まあ、いろんな人と2つなんですけどね、紹介しますけども、まあ、多分皆さんが、こういうことを問われて、初めにやりたいかな、初めに思いつくかなと思うのは、この展開するですね。展開するっていうのは、この PX と書いてある方ですね。上の方、今 PX っていうような多項式だと思います。で、これを展開します。展開するのは何かっていうと、今 PX そのままここに書いてますけども、それぞれの項ですね。この部分、X マイナス2の2乗っていうのは、これ展開すると、X2 乗マイナス 4X プラス4になると。うん、そうですよね。で、その後ろの部分、X プラス4、X マイナス3、これ展開すると、x2 乗プラス x マイナス12。これ、私の計算が合っていれば正しいと思います。いいですかね。で、ここは間違っているとですね、これ大体問題なんですけども。で、次、2x マイナス1の2乗。これ展開すると、4x2 乗マイナス 2x プラス1。こうなりますね。で、そうすると、まあ、同じ次数ですね。この x の2乗例えば、これ2次の項ですね。x の2乗の項を集めると、こうなると。1マイナス1プラス4の x2 乗。いう形になる。で、それ整理すると、4x2 乗になります。ですね。で、一次の項ですね。x が出てくる項を集めると、その係数、マイナス4、マイナス1、マイナス4になるので、x、一次の項はマイナス 9x になる。で、0次の項ですね。係数項、x ついてない項を集めると、4プラス12プラス1になって、これ足すと17。で、これは、まさしく、上に書いてある qx と同じなわけですね。つまり px と qx 同じ多項式だということがわかるということになる。つまり、x にどんな値を入れても、両方とも 4x2 乗マイナス 9x プラス17の計算をしているだけですから、これ同じ多項式になるということがわかるということになります。ここまでいいですか？うん、ありがとうございます。で、これは皆さん、まあ、よくやると思いますし、まあ、思いつくと思うんですね。で、まあ、少し数学を勉強すると。勉強するとって言っちゃいます。まあ、これでも十分勉強したと思うんですけども。もう少しちょっと考えると、考えるとっていいかな。次のような方法もあります。別の方法もあります。これ何か。今ですね、この PX と QX っていうのは、これ多項式なんですけども、多項式っていうものにはこれ次数があります。次数っていうのは、まあ、例えば、まあ、QX の方だと 4X の2乗マイナス 9X プラス17っていうこれ多項式なんですけども、この単項式の中で次数が一番高いところに、次数っていうのはその X の型に乗っている数字が一番大きなところですね。それ今、これ X の2乗になっています。まあ、X の2乗なので、この QX っていう多項式の次数はこれ2です。これ、いいとわかりますね。いいですね。で、一方でですね、PX の方は、
X マイナス、いくつかのこのまた、公式あるんですけども、これ、初めの部分、これ二次ですね。これも、これ展開すると、二次式だとか、なんかわかると。で、真ん中のところ、これも二次だとわかる。で、後ろのところもこれ二次だとわかりますね。で、二次のものを足したり引いたりしてるので、もしかしたら、この PX の次数は、二じゃないって、なくて、二よりも小さいかもしれません。この係数がですね、ゼロになって。2よりも小さくなるかもしれないけども、2よりも大きくなるってことはありません。何か PX の実数が2よりも大きくなるってことはありません。だから PX の実数は、たかだかにですね。こういうのよく、たかだかにって言いますけど、このなんか、たかだかっていうのは、なんか、数学の言い回しなので、皆さんあんまり一般の生活で聞きませんけども、まあ、これ、2以下ってことですね。なんか、たかだかに、大きくでも2ってことですね。だから、まあ、まずそもそもこの多項式が、二つの多項式同じだったら、まあ、次数も等しくなくてはいけないわけです。これわけなんですね。これわけだってことは、ちょっと待ってかね。これは、いろいろと、今、語弊があることを言ったかもしれないので、ちょっと今取り消しますけども、まあ、次数は、どちらも2以下です。イコール2ってことは、つまり、まあ、2以下だと思ってますね。で、そうすると、何がわかるかっていうと、まあ、今言ったのは、PX と QX は、たかだか二次式。指数たかだか2なので、3つの異なる点で評価すると、この二次式ってのは決まります。ちょっとイメージ図を書くと、なんかまあ、グラフのような感じですね。なんか X 軸があって、こちら側になんかその PX とか QX とかを書くようにしましょう。これ二次式ですから、なんか、ちょっと待って、見えないぞ。例えばなんか、x がマイナス1のとき、x が1のとき、x が2のときにどんな値を取るのかってことをここに書きますね。こことだと。ここで書きます。で、そうすると、この3点を通るような二次関数ですね。二次関数のグラフっていうのは、一つに決まるわけです。これね、二次関数のグラフ見るかどうか、ちょっと、不安ですけども、まあ、こんな感じで。でも、これなんでかっていうと、PX っていうのは今この二次式なんだから、例えばこれ AX の2乗プラス BX プラス C という形で、まあ、最終的にはこう書けるわけです。もし展開したら。書けるわけです。で、この A と B と C が決まれば、まあ、この P という多項式が決まるわけですね。だからこれは、A と B と C っていうのをこれ定めることを考えると、それは、X として3つの値を取ってくると、それで、3つの方程式ができて、未知数が A, B, C って3つなので、それで決まるということになるわけですね。だから、3つの点で評価するところに行ってますけども、この3つの点で評価して、それで、その値が等しければ、多項式としても等しいということがわかるわけです。いいですか？で、これ実際にそれやったのが、ここに書いてあるもので、例えば、X が0のとき、この PX と QX の値が何になるかというところを考えると、P0 の方は、これ計算すると17になります。で、Q0 も17になります。ですね。だから、X が0の時は、P と Q は同じになると分かるわけです。で、同じように、X が1の時やってみましょう。そうすると、P1、X に1を入れた時の P の値は12になって、Q の方の値は12になると。これも等しい。分かります。で、まあ、同じように X-1 の時やってみると、P の方は30。Q の方は30。またこれも等しくなる。つまり、今、X、0、1、マイナス1っていう、この3つの点で、この多項式を、まあ、評価すると言いますけども、だから、値代入して計算したわけですね。で、その時の値が全部同じになる。12、30。同じになる。ので、先ほどの原理に従って、この2つの多項式は同じだとわかるということになります。いいですか？まあ、こういうのもですね、皆さんよくやったことがあるかもしれません。いいでしょうか。で、今この、まあ、展開する方法と、この、異なる点で評価するっていう方法を、これ、まあ、二つ評価、しょ、あの、紹介したんですけども、まあ、どちらもですね、いい点と悪い点っていうのがあります。で、いい点、悪い点、ここにちょっと書きました。これ、個人的な意見です。個人的な意見で、いい点、悪い点って書きます。いい点。まず展開入力法。初めの方向ですね。いい点。同じか同じでないか、これ必ず分かります。展開、正しくできれば、同じか同じでないか、必ず分かります。で、
ですね、多変数多項式でも使えます。多変数多項式っていうのは、なんか x と y っていうのが変数だったら、xy の2乗マイナス 2x の2乗 y プラス x プラスの、こんな感じですね。この場合、x と y っていうのが、まあ、変数なんですけども、まあ、このような感じです。多変数多項式を使います。で、悪い点は何かっていうと、展開は割と大変です。例えばですね、なんかこの文字式というか、多項式がですね、入力されて、この展開っていうのはですね、コンピューターとかプログラムに行わせたいとかって思うかもしれませんよね。まあ、もちろんそれは可能ではあるんですけども、それはなかなかですね、大変なことになります。あんまり大変とかっていうと、怒られるかもしれませんけども、これは、まあもちろんできるんですけども、そんなに、皆さんのそのなんだろう、プログラム課題とかとしてですね、やるのはそんなに自明ではないですね。自明ではなくて、簡単ではないと思います。一方ですね、この評価による方法ですね。その2番目の方の方法ですけども、これも同じか同じでないか必ず分かりますし、多変数多項式で使います。で、評価は簡単です。この X に何か値を代入する。これはですね、多分プログラム書くのはそんなに簡単、難しくない。展開よりは簡単です。一方ですね、悪い点があって、多変数多項式だと評価する点の数が多くなります。つまり先ほど言ったような未知数の数っていうのが膨大になります。で、その膨大になるっていうちょっと感覚がですね、皆様の多変数多項式見てないから分かんないと思うんですけど、ちょっと見てみましょう。で、まあ、こんな感じになります。今ですね、一変数多項式で次数が D の場合、先ほど言ったように、一変数というか、その係数がですね、何個かあって、その定めなくちゃいけない係数が何個あるのかっていうと、D プラス1個になるわけです。だから、まあ、評価する点の数っていうのが、まあ、D プラス1個になります。先ほどの例、二次式の時、D が2の時には、これ3ですね。D プラス1、これ3でしたね。じゃ二変数の多項式だったらどうかと。一緒に書いてますね。二変数だとどうか。で、次数高だか D だったらどうか。今、ここに例が書いてありまして、これは二変数で、D が、これも、次数が2の場合書いてますね。で、そうすると、二次っていうのは何かっていうと、まずその、多変数多項式の次数っていうのは何なのかってことをちゃんと言ってないんですけども、すべての変数に関する次数の和です。今これ x の2乗とかですね、xy とか y の2乗とか xy とかありますね。これ最後は、変数なんですけども、x2 乗っていうのはこれは2次だと思うわけですね。で、xy っていうのも、x に関して1次で、y に関して1次なので、1足す1で、これも2次とか考えます。y の2乗も2次。x は1次。y は1次。で、変数内の方で0次。ここはこういうふうに思うわけです。で、そうすると、d が2で変数の数が2だったら、この単項式としてですね、現れるもの、単項式の数っていうのは、この場合6個になります。で、これをですね、じーっとですね、考えて、二項係数に関して知ってる公式とかですね、考え方を使うと、この係数の数っていうのが、d プラス1チューズ2になることがわかります。この例の場合は d が2ですから、3チューズ2になって、これ3なので、これ合ってませんね。何かが間違ってますね。だからこれは間違っていて、何を間違ったんでしょうね。だから、今分かったのは、これは間違ってるんですね。D が2の時に、D が2の時に6になるんですけども、じゃあちょっと D が3だったら何になるかというと、ちょっとパッとわかんないです。ちょっとこれ後で直しますね。これなんか直しに直して、なんか直してるうちにだんだんわかんなくなってきてますね。どなたかじゃ、わかったら、今日はあとで多分時間があると思うんです。その時もう一回考えますね。で、じゃあ、この下に書いたの多分違うんですけども、そうなんですね。これなんか一回書いて、もう一回書いて、もう一回書いて、何度も書いてるうちに多分、整合性がなくなってきたんですけど、まず置いといて、ですね、N 変数で次数が高かった D の場合、この場合は、多分これ間違ってるんですけども、まあ、これぐらいです。D プラス N マイナス1チューズ N。マイナスしかないのかな？マイナス1なかったら、これ、
D プラス2チューズ2になるんで、これだと D が2のときに4チューズ2で、これ6なんですよね。で、ついつまは合うんですけども、ちょっと後で確認します。すいません。後で確認するから、計算しますね。なんか多分ここもそのマイナスじゃないのかもしれませんけども、ちょっと構想があるとすると、これ後でだいぶ直す必要があって、まあ直す必要があるんですけども、気分をお伝えしたのは何かというと、とにかくこれは大きいってことですね。これは大きいってことだけは、まず、まあ、合っていようが間違っていようが、ここに書かれている式が合っていようが間違っていようが、これはすごく大きいってことは正しいです。で、大きいってどんなもんかっていうと、例えば、まあ、N が100で D が10。これ後で出てくるような応用ではこういう形の、変数の数とか次数は頻繁に出ます。で、まあ、式は間違ってるんだけども、これが、今、これまでここで書いてあるのが4兆ですね。4兆ぐらいになります。で、4兆点で評価しますかってことになるわけですね。だからこれ、もしこれマイナスになかったら、もっと大きいです。もっと大きいです。40兆ぐらいになると思います。そう、これ、初めに計算したときこれ40兆ぐらいになって、直したら多分間違ったんですけども、まあ、それを置いといて、また非常に大きい。非常に大きくなる。ってことが重要です。だから、ここですね、悪い点。アヘン数多項式だと評価する点が多くなる。ってことが問題です。だからこれも多分間違ってる。これも間違ってるんですけども、これぐらい大きくなります。で、そこがあるので、今からやるのは何かっていうと、その評価する、その適当にその X とかにですね、値を入れて代入して計算するってことをやるんだけども、そのどこの点を入れるのかとか、ということをランダムに選ぶってことをします。まあ、先ほどもですね、実はまあ、その1、あ、0、1、マイナス1っていうところで、px と qx という、多項式を評価していたんですけども、だから、まあ、そこで、使った実数は何でもよかったんですね。で、何でもよかったんですけども、今からやるのは何かっていうと、評価する点の数をすごく少なくしたい。で、少なくするんだけども、決まりきった点で評価すると、その場合なんか間違っちゃう可能性があるんですね。必ず間違ってしまった可能性があるので、そこを避けるためにランダムに選ぶってことをします。で、ランダムに選ぶっていうのは、ここで何を指してるのかってことをちゃんと言わなくちゃいけませんね。実数っていうのは、実数の集合って無限集合で、そこからですね、ランダムに実数選ぶっていうのはなかなか難しいんですね、実際は。なので、どうするかということを今からここで説明します。どのようにランダムに選ぶのか。まずですね、書いてあるように、評価する点の候補の有限集合 S を決めておきます。だから、初め例えば、まあ、S として、だから、まあ、マイナス2、マイナス1、0、1とかっていうふうな感じで、まあ、この中から値を取りますよってことを初めに決めておきます。で、そうしたら、S の N 乗から1を分布に従って選ぶ。S の N 乗ってのは、まず、N って何かっていうと、N っていうのは変数の数です。N は変数の数です。N は変数の数ですね。だから、例えばその N が2の時っていうのは、その S の N 乗っていうのは何かって、これ直積を表してますから、ちょっと上の例が大きすぎたんですけども、例えば、だからマイナス2、マイナスとかって、こういうそのペアですね。マイナス2、マイナス1とか、マイナス2、0とか。この S から2つ選んできて、できる、この対、ペア全体の集合っていうのが、この S の N 乗になるわけです。N が3だったら3つ組の集合になるわけですね。で、この中から1を分布に従って選ぶ。1を分布に従って選ぶ。今この S の N 乗っていうのは、N が2の時、これ25個要素を持つような集合になるんですけども、その中の1つの要素が25分の1の確率で取られる。あるいは、例えば今この多項式の PXY、っていう、その x と y って2つの変数を持っているとすると、x を s から選んで、y の値を s から選ぶってことを独立にやるってことと、この一番下で言っていることは変わりません。分布としては変わりません。ので、まあ、そういうふうに思ってもらってもいいです。ですかね。で、こういうふうにすると、何が起こるのかということを今から考えていきます。やりたいことはいいでしょうか。こういうアルゴリズムを考えます。で、こんなことして大丈夫なのかって言われると、もちろんですね、評価する点を先ほど書いていた、
その、まあ、間違った二項係数ですね。間違った二項係数の値だけ、ランダムに選んで、そのランダムに選んだのは全部違うんだったら、これうまくいきます。で、やりたいのは何かっていうと、そこまでたくさん点を選びたくないということです。少ない点の数でうまくいくようにしたいですね。で、とりあえず、じゃあ、この一行分布に従って点を選ぶっていうのを一回だけやる。一回だけやる。だから、なんだろう、N 個の乱数を用いる。ってことだけをするとどうなるかってことを考えます。で、それが、ここに書いてある状況と補題です。何か。まず、N と D っていうのは自然数。先ほど言ったように N っていうのは変数の数で、D は実数を表せると思ってください。で、P っていうのは、N 変数実多公式で、実数が高々 D であり、高等的に0ではないとします。高等的に0ではないとは何かっていうと、書いてあるのある X に対しては PX の値が0にならない。高等的に0っていうのは逆に何かっていうと、すべての X に対して PX が0になるところです。その場合、その高等的に0だと言いますけども、高等的に0じゃないので、ある X に対しては PX が0じゃないということになります。で、先ほど言ったように S として実数の有限集合を取ってきます。で、この時、この赤く書いてあるところに書いてあることが証明できます。何か。S から一応分布に従って R1 から Rn っていうその実数を独立に選んできます。確率的に一応分布に従って選んできます。そうしたら、この P っていう多項式は、今 N 変数多項式なんですけども、その変数に R1 から Rn を入れたもの、PR1Rn、これが0になる確率っていうのを上から抑えられます。で、抑えているのは何かっていうと、S の要素数分の D です。D は P の実数ですね。いいですか？これが成り立つということが言えます。この証明はですね、後でやります。で、今この、先ほどまでですね、P と Q っていう2つ多項式が出てきてたんだけども、この補題ですね、シュワルツ・ジッペルの補題と呼ばれてる、よく呼ばれるんですけども、ですね、ここでは多項式が P しか出てきてないわけですね。で、そうすると、先ほどのその問題設定に、この考える状況とか補題は合ってないんじゃないかっていうふうに思うかもしれませんけども、実際、この補題を使えば先ほどの、多項式の同一性判定っていう問題に対するアルゴリズムを作れるようになります。なんでかっていうと、その全ての X に対して PX と QX が等しい、今右上に書いてますよね。あ、ここは見えないのかな？あ、見えるかな？今書いたところ見えますか？大丈夫ですか？見えますよね。っていうのは、これ書き換えると何かっていうと、すべての X に対して、PX-QX がイコール0。ってことでもこれ等しいですよね。ってことは、これは何を言ってるかっていうと、P-Q という多項式が、高等的に0である。ってことを意味しているわけです。ですか？だから、この、古代における P を P-Q に置き換えて、あ、この状況ですね。状況における P を P-Q に置き換えて、この古代を適用すると、先ほど言ったアルゴリズムに対して何か言えるわけです。で、ちょっとまずそれを言ってみます。だから、このように何とかアルゴリズムを作れます。ですね。先ほどと同じように適当に S を選びます。有限集合を選びます。で、R1 から Rn っていうのを S から一応分布に従って独立に選びます。で、それで P にこの R1 から Rn を入れたものから Q に R1 から Rn を引いたものを計算します。で、これが0だったら同一であると取得します。同一であると取得します。で、そうでなければ同一でないと取得します。もうこんだけです。こんだけ。こんだけ。で、この時に何が言えるのかと。このアルゴリズムに対して。で、場合がありまして、場合分けがありまして、実際にこの P と Q が同じ場合と同じじゃない場合で、どういうことが言えるのかということを分けます。まずその同じ場合ですね。で、下の方に書いてあるのが違う場合です。だからこれ今、上の方は P と Q が同じである場合です。で、同じである場合は何かっていうと、同じなんで、この R1 から Rn ですね、これをどのように選んだとしても、この
計算した結果は必ずゼロになります。このっていうのは今、最初のところ、ここですね。PR1.RN-QR1.RN で、これ必ずゼロになります。P だけ同じですから。ね、これ、それは今、これだけですね。だから、このアルゴリズムは必ず同一であると取得します。で、そのスループは必ず正しいです。必ず正しいです。同じであるときに同じであると出力します。じゃ、一方で、違うときですね。ある X に対して PX と QX が異なる場合。だからこれ P と Q が多項式として同じではない場合ですね。で、そのときには、運が悪いと、その同じでないと正しく出力しない場合があります。だから、なんかその偶然その P と Q が同じになってしまうような点で、この計算しちゃうとゼロになります。実はそういう確率小さいよということを言います。まず、P-Q は行動的にゼロではないと多項式。先ほど説明した通りですね。だからそうすると先ほどの、答えが使えます。シュワルツ・ジッペンの答えが正しいとすると、この P-Q の次数が D だったら、この差がゼロになる確率は、S の予想数分の D 以下になります。例えば、S の予想数が100で、D が10だったら、この S の予想数分の D っていうのは、これ10分の1になります。だから、間違いが10分の1以下です。別の言い方すると、正しく同じでないと出力する。つまり、ここに書いてある、事象の余事象が起こる確率っていうのは、1マイナス S の予想数分の D の予想数以上になります。だから先ほどここに書いた数値の場合には、10分の9以上になります。で、これは、思ったより大きいわけですね。成功する確率が。10分の9の確率で成功します。一つの場所でしか、評価してないのに、そうと言えるわけですね。これすごいですね。ってことになります。ので、今からやりたいのは、先ほど言った、シュワルツ・ジッペンの答えを証明するということです。で、その前にですね、じゃあもう一度ちょっと、良い点と悪い点の話を、じゃあ、するんですけども、その証明の前にですね、もう少しちょっと、この今言った、このアルゴリズムですね、グランティックアルゴリズムの性質というか、今、この値、これ10分の9になるよって言ったんだけども、これをどのようにするともっと大きくできるのかってことの話を、証明の前にします。で、その話のまた前に、今から休憩します。よろしいでしょうか。じゃあ2分ぐらい休憩して、今からそういう話を、乱択アルゴリズム自体をまず、解析するって話をして、その後に今言ったこのシュワルツ・ジッペンの課題の証明をします。よろしいでしょうか。じゃあ、2分ぐらい休憩をします。
それでは再開します。はい。今、このランタカアルゴリズムを紹介したんですけども、もう一度、先ほどの展開による方法と評価による方法と、まあ、比較をしたいと思います。ランタカアルゴリズム、今紹介したんですけども、これ評価しかしてませんから、評価簡単です。で、しかも、多元数多項式でも評価する点の数が少ないっていうのが重要です。これ後でもう一度見ます。で、同じか同じでないか、必ず分かるわけではない。ってことになるのは、これは悪い点です。つまり、間違う可能性があるわけです。で、良い点、悪い点、ちょっと、表で今、ちょっと書いてみましたけど、ですね。必ず正しいか正しくないかが、同じか同じじゃないかってことが分かるかって言われると、ランタカの場合はそうじゃないかもしれないですね。必ずとは言えないんだけども、計算が簡単、評価しかしないものは計算が簡単です。で、その評価する点の数は、初めに示した方法ではたくさんなんだけども、ランタカの場合少ないです。で、ランタカの場合どんなもの少ないかっていうと、R1 から Rn っていう N 個の点しか選んでないわけです。だから N 個しか選んでないんですね。で、ランダムじゃない場合、これ、さっき間違ってますけど、これ多分、だから、多分マイナスじゃない、ないんですけども、多いです。で、この今、数値例書いてますけども、n が100で d が10の時には、上の間違った二項係数の場合に、これ4乗になります。だから、間違ってない場合は多分もっと多いです。で、一方、下のですね、方はですね、n です。この n が100、d が10の場合、これ100になります。で、まあ、4乗、あるいはそれよりももっと多いとか100比べたら、まあ、どっちが多いですかっていう、まあ、対象比較はすると、まあ、もちろん100の方が小さい。で、その小ささが、著しいんですね。著しい。次数に依存しないです。だから普通はこの、次数が大きくなると、ここに出てくる、二項係数の値、これ大きくなるんですけども、次数が大きくなっても、この評価するべき点の数、これ変わらないっていうのは、これ重要ですね。で、一方、まあ、間違えるって言ってるんだけども、間違える確率っていうのは、先ほどそのシバルツ・ジッペルの古代で書いてある通り、その S の要素数分の D 以下になるわけですね。で、まあ、もちろん、この間違える確率、これ小さくしたいわけです。小さくしたいわけです。で、小さくしたいんで、まあ、これで小さくするためのアイデアはいくつかあります。で、一つは、今言っていた、その、上階、間違える確率の上階っていうのは S の素数分の D なので、この分母ですね。分母を大きくすれば、もちろんこの確率を小さくできます。で、ちょっと、注目しなくちゃいけないのは、この分子の D っていうのは、これは与えられる、この考えている多項式で定まるものなので、そのアルゴリズムでコントロールできません。コントロールできません。でも一方、この S っていう集合はアルゴリズムの中で作るものです。ただ、これは自分でコントロール。できるものなわけです。だから S の要素数を大きくしようと思えばこれできます。で、だから実際に例えばこれ D が10の場合ですね。D が10の時に S の要素数としてこれ100を選べば、この確率10分の1になりますし、S の要素数を200にするんだったらこれ20分の1になります。だから S の要素数を大きくすればこれ小さくなります。っていう方法もあるし、もう一つ別の方法があります。それは何かっていうと、ここに書いてあってアイデアに、同じアルゴリズムを繰り返して実行する。でこれはですね、実は、先ほど、はじめに述べた、モンテカルロ型アルゴリズムにおいて、よく行われる手法です。皆さんもですね、普通のなんか、まあ、物理実験でもですね、何でもいいんですけども、そこになんかそのランダム的な要素が、不確定性っていうんですかね、っていうのがあると、何度も同じ実験を繰り返して、それでその正確さを増していくってことをやると思うんですね。で、そういうことは、こういうそのランタカアルゴリズムでもありまして、同じアルゴリズムを繰り返し実行することによって、この話の場合には、その2つの多項式が同じであるかってことの確認を、より正確に行うことができるようになります。で、どういうことか、次のページいきますね。この上に書いてある、このアルゴリズムの反復実行っていうのをやります。何か。まずはじめに反復回数を決めます。反復回数を決めます。で、何をするかっていう、それを今 K とします。で、何をするかっていうと、先ほどのランタカアルゴリズムですね。その R1 から Rn っていうのをランダムに選んで、そこで評価する。っていうことを K 回独立に実行します。
ですか。警戒同一に実行します。で、その警戒、その実行した内容を、合わせて最終的な判断をするわけです。で、どうするかっていうと、その RH から RN っていうのをこう選ぶんですけども、1回でもこの2つが違うんだよっていうことが、そのアルゴリズムの警戒の独立実行において起きたとすると、その1回の R1 と RN においては値が違うんだから、この2つの多項式は同一ではありません。だから同一ではないと出力します。で、そうでない場合、つまりその、このラージ警戒すべてで、この2つの値、P、R1、点点点、RN と Q、R1、RN が等しいと言われたら、まあ、これは、等しいでしょうということにして、同一だと出力します。そうすると、これは、ただ単にその N 個の点を選んで、実行するっていうのは、これ、警戒繰り返してるんで、その評価する点の数っていうのは、これ、KN になります。これ K に見えないですね。KM になります。KN になります。いいですか？で、警戒繰り返すして、このように、この2番に書いてあるように、出力をすると何が起こるかというと、先ほどと同じように、同一である場合、この P と Q が、同じ多項式である場合には、必ずこの場合でも同一であるというふうに出力します。この上のこと、上になる場合がありませんから。だから考えなくちゃいけないのは、実際同時じゃない場合ですね。ある x に対して px not equal q である場合です。で、この時には、間違えるかもしれないんだけども、この間違って、同一であるというふうに出力するのはどういう時かっていうと、この警戒の実行のその警戒とも、この p r1.rm と qr1.rm が等しいとなる時しかありません。で、そうすると何かっていうと、1回の実行において、その、p, r1, 点点点 rn と q, r1, 点点点 rn が等しいとなる確率は、s の要素数分の d 以下だったわけです。ですね。で、これが警戒続く確率はいくつかっていうと、それの形状なわけです。ですか？だから、この警戒反復して、そのうちの、その中のその警戒、すべて間違うときに出力が間違いになるんですけども、そういうの確率は S の要素数分の D の形状で上から押さえられるわけです。そうするとこれは K を大きくすれば大きくするほど、この間違う確率が指数的に小さくなることですね。だから、この K を大きくすると、評価する点の数は線形にしか増えないのに、間違える確率は指数関数的に減ります。だからこれ威力すごく大きいわけです。ですか。で、こういうふうに、その反復実行をして、正しさの確率を増していくっていう方法はよくあります。よくあります。で、こういうのをよくその、まあ、確率増幅とかって言うんですけども、反復実行により間違う確率を指数関数に小さくするっていうような手法になります。で、これはですね、モンテカルロ型アルゴリズムの常套手段なので、ちょっとここで一度紹介しました。いいでしょうか。それではですね、今からやるのは、先ほど言ったシュワルツ・ジッペルの誇題の証明をやります。で、先ほどの、内容と同じこと書いてますけど、考える状況は、N が多項式の実数で、あ、多項式の変数の数で D が実数。で、P は高等的に0ではないとします。で、S として有限集合を選んできたときに、これですね。S から1要分布に従った独立に R1 から RN を選んだときに、この P のその点での値が0になる確率は S の素数分の D 以下になりますということを証明しますけど、証明はここに書いてある N に関する記号法です。N っていうのは変数の数ですね。
変数の数に関する機能法なので、変数の数まず1の倍から言います。あ、1の倍って1変数多項式ですね。1変数多項式ですね。まずその n が1の倍でやりますけども、これは、いわゆるその皆さんもよく、まあ、高校的にもいいのかな。よく扱ってきた多項式です。で、そうすると、その1変数多項式において、その値が0となるような、場所の数、点の数っていうのは必ず D がだってことが、これは、わかりますね。わかりますね。そうです。これだから P は高々 D 字式なんで、これ、下にこれ例が書いてありますけども、D が7だったら、この、これですね、この、なんか、まあ、X 軸と混ぜるところって言っていいんですよね。これが、まあ、7箇所しかないわけです。ですよね。そうすると、何が起こるかっていうと、S っていう、すいません。ちょっと今、咳しました。S っていう集合の要素 R との中で、PR イコール0となるものの数も多くても、これは D なわけです。ですか？だから S の中から一応分布に従って R を選んで PR が0になる確率っていうのは、その母集団が、の要素が S 個あって、その中で、その PR イコール0となる値を引く可能性は D 以下なので、確率は S の素数分の D 以下になるということになります。よろしいですか？これが割と普通の計算ですね。ありがとうございます。はい。で、それで、今は、だから N が1の場合だったので、で、ここで機能法を進めていきます。だから、N が2以上の K の時を考えるんだけども、この時には機能法の仮定として、N が K 未満の時にはもう成り立っている仮定します。で、この時に何をするかっていうと、まずやるのは、ここに書いてあるんですけども、これは P のことじゃなくて、この P という、多項式は、今これ N が K なので、K 変数多項式になってるんです。K 変数多項式になってるんです。で、まあ、その変数を X1 から XK とか書くことにしましょう。で、それは、XK に着目すると、ここに書いてあるように書き換えられるわけです。書き換えられるというか、表現し直します。で、これ何かっていうと、X の K の I 乗に関して、その i で、なんですか、倍分けというか、x の k の i 乗で、まとめ直していると思ってください。ちょっと今、下に例がありますけども、下に例があって、例見ますけども、例えばこの px1、x2、x3 っていうのが、まあ、こんな形で書けてるとしたら、その x3 に関して、整理します。で、その x3 に関して、2次のところ、1次のところ、0次のところ、というふうに分けるわけです。で、そうすると、それぞれのところの前に、この、まあ、係数として、なんか出てくるんですけども、その係数は、X3 に依存したものが出てくるわけですね。X3 に依存したものが出てきて、で、それは、多項式です。で、何に関する多項式かというと、X1 と X2 に関する多項式になります。その X3 は今全部、ここですね。そこ以外のところに出てきてますから。で、今ですね、全体の実数は D なんですね。全体の実数 D ですから、この例の場合これ2ですから、例えば、X の3の2乗の前、2乗の前のところを見てみると、そこは必ず0次式になっています。そうじゃないと、この全体でこの単項式の実数が2になりません。ですか？で、じゃあ X3 のところ見てみると、X3 の前に出てきている多項式は、この実数必ずこれ1になります。ここが2になってしまうと、全体の実数が2になりません。で、最後、X3 がない、X3 に関する0次のところは、その前の部分は、X1 と X2 に関する二次式になります。高々二次式になります。ですか？で、その前の部分を、この Q0 とか Q1 とか Q2 とかことにします。この添え字は、この X3、まあ、よりいっぱいに XK
の実数に合わせて書きます。いいですか。で、そうすると、今言ったように、90は、高々、2次式で、91は高々1次。で、92は高々0次。まあ、高々0次ということは、これ、まあ、0次ですけど。今なるわけです。になるわけです。で、だから、より一般的に言うと、Qi っていうのは何かっていうと、N、まず N マイナス1変数多項式です。XK は変数として出てきませんから、N マイナス1変数多項式で、実数は多くても高々 D マイナス i になるということがわかります。あ、ここですね。ちょっと、下の書き方に合わせると、こうですね。こんな感じになってます。ここまでいいですか？消しすぎて。いいですか。で、もともと今この P っていうのは、高等的に0ではない、多項式だろうっていうふうに仮定してますから、この、ある i について、qi は高等的に0ではないです。もしこの全ての i について、qi が高等的に0だったら、この p 自身も高等的に0になってしまいます。ですね。だから qi が高等的に0でないような i が存在します。で、そのような i の中で最大のものを i スタートしましょうと。します。ここまでいいですか？難しい。いいですか？で、そうしたら、この i スターを使って今から議論していきます。つまり、今、上の式では、この i が0から d まで動くって言ってるんだけども、i が i スターよりも大きいところでは、この qi っていうのは、高等的に0になってるわけです。この仮定から。だから、そういうところ、だから d、i が i スターよりも大きいところでは、この項が0になって消えます。つまり、これですね。この p っていうのは、この i スターまでの和として書けるということになります。いいですか。で、そうすると、ここで記号法の仮定を使うんですけども、qi スターですね。今、qi スターは高等的に0ではないと言っていて、これは、n-1 変数多項式で、次数が高々 d-i スターになるわけです。で、そうすると、記号法の仮定から、n-1 変数なんだけども、今、n は k ですね。n=k ですね。記号法の仮定から、その r1 から rk-1 までをランダムに選んで、この qi スターを評価したときに、それが0になる確率っていうのは、S の要素数分の d-i スター以下になります。ですね。この d-i スターっていうのが、この多項式の次数を表しているんですね。記号法の仮定です。いいですか。で、一方で、ここまでは一つなんですけども、一方その頃ですね、この qi スターに、この r1 から rk-1 を入れたときに、0にならなかった、という仮定のもとで、この一番上のですね、この式を見てみると、これ何が起こるかっていうと、今この、x1 から、xk-1 までに、r1 から rk-1 を、この p にも入れたとします。そうすると、これはどういう式になってるかっていうと、今ここ xn って書いてますけども、これはまあ n と k 同じですから、xk ですね。つまり、この多項式の、この q1、あ、qi の部分は、これはもう、ある実数になってるわけです。ちょっと、まあ、何書いてるかわかんないから、ちょっと、ちゃんと書きますね。下に書きます。だから今、ここに書いてある、p の x1 から xk-1 までに rk、r1 から rk-1 を入れて、最後がまあその xk という変数のままだとすると、この和の部分がどう書けてるかっていうと、i スターで、qi で、前の部分は r1 から rk-1 がもうすでに入っていて、後ろに x の k の i 乗がかかってて、こういう形になるわけですね。で、この qi からのところにはもうこの r1 から rk-1 っていう具体的な実数がすでに入ってますから、これ自身もこれ今実数なわけです。そうすると、これ全体としてはこれは xk に関する多項式になるわけです。
XK だけが変数として残ってるわけです。ですか。つまりこれは一変数多項式です。一変数多項式で、次数は i スターなわけですね。それが今ここに書いてあります。なおかつ、今この QI スターにこの R1 から RK 式で入れた値、これ0じゃないって言ってるので、この一変数多項式は、口頭的には0じゃないです。口頭的に。いいですか。ということは、機能法の過程から、そのような条件のもと、QI スターに R1 から RK 式1を入れたときに、すみません、これ0じゃないっていうのは抜けてますね、ここに。ここはちょっと抜けてます。ここは、これは間違って、これ0ではないが抜けてますね。0ではないという条件のもとで、P1 から PR、あ、P1 の、変数に R1 から RK-1 まで入れて、なおかつ、最後の変数に RK を入れるということをした値が0になる確率は何かっていうと、この条件のもとでは、この P なんとかなんとかっていうのは、一次式で、実数は i スターだから、その0になる確率は S の素数分の i スター以下になります。いいですか？ちょっと誤植があっていきますね。やっぱりなんか新しく作るとですね、間違い多いんですけども、すいません。いいでしょうか。まあ、確認がこう怠ってくれてるんですよ。で、それを今言ったことを使って、計算をします。で、これは一個ずつ取ってきますね。まず、ここの、これが今一番書いてあるのが、これ知りたい確率です。P に R1 から RK を入れたときに0の確率知りたいと。で、次の、統合は、これは倍掛けです。今までよく言ってる倍掛けです。で、何に関して倍掛けしてるかっていうと、QI スターに R1 から RK を入れたときに0になるか、0にならないかで倍掛けをしてます。で、0になる場合が、上の方でこの条件付き確率を使ってこう計算してると。下の方も条件付き確率を使って計算してると。いいですか？で、ここは確率なんですけども、ここで、いろんなことを考えるんですけども、まず上の方は、まずこの確率ですね。この確率。これは、1以下ですね。まあ、確率ですから、これ1以下です。で、後ろの方を見たときに、この部分ですね。これも、これ1以下です。これが確率ですから。1以下です。で、ここをその上から1で押さえた形で、符号を置き換えます。で、そうすると、上の方はこれですね。PR なんとかかんとかっていうのが残ります。ですか。で、下の方は、ここに書いてある条件付き確率が残ります。いいでしょうか。で、この二つは、一つ前のページで、出てきた確率なわけです。何かというと、一つ前のページで、この QI スターに関する確率は、S の素数分の D マイナス I スター以下と言ってまして、後ろの方を書けばいいか。こっちの方は前のページで S の要素数分の D マイナス I スター以下と言ってて、後ろの方の条件付き確率は前のページで S の要素数分の I スター以下というふうに言ったわけです。で、それを組み合わせてあげると、見事 I スターが消えて欲しかった S の要素数分の D が出てくるという形になって証明が終わります。いかがでしょうか？いかがでしょうか？いいですか？で、こんな感じになります。こんな感じになります。だから、まあ、なんか、まあ、ただの機能法とかって言っちゃうと、まあ、いけないかもしれませんけども、その前に次数とかですね、変数の数っていうのをしっかりと追っていって、やっていくという感じです。いいでしょうか？で、まあ、今これ証明したので、まあ、これ使っていきたいって感じになりますね。だからこれで、まあ、先ほどのような多項式同一定判定をできるんですけども、なんで多項式同一定判定したいのかっていうことを、ちょっと、考えると、
実はですね、いろんな応用があるんですけども、その応用の中の一つの、この完全マッチの存在判定って話を今からします。グラフの問題に応用します。で、完全マッチングをちょっともう一度復習すると、トム・コグラフの完全マッチングっていうのは、ここですね、トム・コグラフの完全マッチングっていうのは、N 部分集合で各頂点に対して、それに、各頂点に対して接続する、その N 部分集合の辺がただ一つ存在するものですね。まあ、ここで示しているのが青のものです。で、何するかっていうと、2部グラフにおける完全マッチの存在判定というのを今からやります。まあ、2部グラフって言われたときに、それが完全マッチングを持つかどうかってことは、を考えるとですね、持つ場合と持たない場合があります。で、前の方ではですね、2部グラフの完全マッチングの、数を、総数を数えるってことをよくやってたんですけども、例えばですね、第5回目の講義かな、そのパーマネントを計算することで、その2部グラフの完全マッチングの数が計算できるってことを話したんですけども、パーマネントの計算は一般的に難しい。って話をしていて、で、それでその、特殊な場合ですね、例えばそのグラフが格子状に並んでいる場合、頂点が格子状に並んでいるような場合には、うまくですね、パーマネントの計算を行列式の計算に変換して、行列式を計算することで、完全マッチの総数が計算できますよって話をしていたわけです。でですね、まあ、一般にはそのパーマネントの計算っていうのは難しいんですけども、2部グラフに関して、パーマネントの計算っていうのは、その2部グラフの完全マッチングの総数に対応するんですけども、総数じゃなくてですね、完全マッチングは実際に1個ありますか、1個以上ありますか、0個ですかっていう、その存在判定ですね。存在判定をするのは実は簡単で、いろんな方法があります。で、よくあるとアルゴリズムっていうのは、グラフ的に、もちろん、グラフの問題なので、グラフ的に解くわけです。で、ここでは、それ以外の方法として、今からその多項式を使った方法っていうのを紹介します。で、そのためには、このグラフから多変数多項式を作るってことをやります。で、どうやって作るか。また実は行列を使います。で、それはですね、エドモンズ行列と呼ばれている行列なんですけども、まあ、考えている状況としては、まあ、2部グラフとして、A と B ですね。片方の集合が A、もう片方の集合が B。で、この2つの集合の要素数同じだとします。A、それを今、A の要素数と、ちょっと待って、場所が悪いですね。A の要素数と B の要素数、どちらも N で渡します。N で渡します。で、まあ、N 個、こう、頂点が並んでて、まあ、この間にこうなんかいくつかこう辺が引かれていると。まあ、こういうのが2部グラフですね。で、このまあ辺の集合のことを E と書くことにします。で、この時に、A の方の頂点は1、2、点点って N と書いて、B の方はまあ1から N なんだけども、区別するためにプライムを付けることにします。プライムを付けます。で、それで、何するかっていうと、このエドモンズ行列ですね。で、何かっていうと、これ N×N 行列です。N×N 行列で、ij 成分は xij という変数が0です。で、変数になるのいつかっていうと、ij プライムが変であるときですね。にします。で、今これ下に例があって、この g、これ2部グラフですね。1、2、3って書いてある。こちら側。これが A の方で、1プライムとかって書いてある方ですね。1プライム、2プライム、3プライム。こっちがこれ B だと思ってください。で、そうすると、どうなってるかっていうと、1っていう頂点、見てみると、1という頂点は1プライムと2プライムを隣接頂点として持ちます。ので、1という頂点に対応する行を見たら、その1プライムと2プライムに対応する成分に変数が入っています。で、3プライムという頂点とは隣接してませんから、そこは0になったという形になるわけです。ですか。
で、まあ、この書き方で、まあ、その変数の数字っていうのは、そこが何成分かってことを表してる。まあ、こう今、X11 っていうのは、まあ、11成分の変数なので、X11 と書いてると思ってください。で、この時に、まあ、こんな感じで行列を作ります。いいでしょうか。今ですね、この変数が全部異なるっていうのは割と重要です。いいでしょうか。で、何を考えるかっていうと、こういう行列を作ったら、この行列の行列式を考えます。こんな感じですね。行列式。で、計算するとこんな感じになります。こんな感じになります。で、ここが重要なんですけども、まず行列式っていうのは、この変数に関する多項式になります。いいですか？行列式の定義で思い出すと、A という行列の行列式は、π っていう S。なんだっけ。置換を取ってきて、その置換の符号に、a, i, 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 i が1から n。こんな感じで計算するものだと。また、これ定義したわけですね。このように、行列式を。で、そうすると、この a, i, π, i の積の部分っていうのを見てみると、今、この行列、各成分が、変数そのまま出てきてますから、この、a, i, π, i の積の部分、これは、ただ単にその変数の積、あるいは0が、このように作ったエドモンズ行列においては出てくるわけです。で、まあ、サインは、これは1かマイナス1。符号ですね。符号は1かマイナス1なんですけど、で、それを足してるわけですね。ってことは、これは単項式に1かマイナス1をかけて足し合わせてる。だから、これ多項式です。いいですか？この変数に関する多項式です。で、変数いくつで出てきてるかっていうと、これは辺の数だけあります。辺の数だけ変数があって、次数は何かっていうと、これは、この行列式の定義ですね。N 個、多くても N 個の変数を掛け合わせたものが単項式として出てきてますから、次数は N になります。いいですか？次数が N で変数の数が辺の数であるような多項式ができます。グラフからできます。リムグラフからできます。で、まあ、この行列式、実際計算するのがここにあります。重要なのは、二つ目、重要なのは何かっていうと、今ですね、ここの、単項式として、三つ、式が出てきてるんですけども、この一つ一つが、このグラフの完全マッチに対応します。何をもって対応するのかっていうと、例えば、この X11、X22、X33 っていう、単項式見てみると、X11 っていうのは、これ何を言っていたかっていうと、これは1と1プライムの間に、このグラフでは辺がありますよってことを、この X11 っていう変数の存在は教えているわけです。で、同じように、この単項式には X22 と X33 っていうのがあります。から、この3つのところを見ていると、2と2プライムの間に辺があって、3と3プライムの間に辺がありますということがわかるわけです。つまり、これによって、これですね。今、右に書いてある、この、ような完全マッチングが存在するということがわかるわけです。で、同じように、例えば、この X11、X23、X32、前にマイナスついてますけども、この単項式を見てみると、これは、1と1プライムの間に辺があって、2と3プライムの間に辺があって、3と2プライムの間に辺がありますよってことを教えてくれるわけです。で、それぞれ、この全ての頂点が1回ずつちょうど出てきているので、これはやっぱり完全マッチに対応するわけです。で、この場合は、2と3分の、これですね。この、右に書いてある真ん中の完全マッチングに対応します。という形になります。まあ、最後の単項式同じようにやると、これは1と2プライムの間の辺、2と1プライムの間の辺、3と3プライムの間の辺があることと対応して、これは一番下に書いてある完全マッチングに対応します。という形で、この、行列式の項の数が、
各単項式が完全マッチに対応します。つまり、この、単項式としてこういうふうに、現れてくるので、この多項式が口頭的にゼロでないことと、完全マッチングが存在しないことが対応するということになります。存在することが対応します。どうしますね。この強烈式が口頭的にゼロである場合、ことと、G に完全マッチング存在しないことが対応します。よろしいでしょうか。今、これちょっと完全マッチングが存在する例でやってるので、ちょっとわかりにくいんですけど、じゃあちょっと完全マッチングが存在しない例をちょっとやってみましょうかね。ちょっとそれは、あとどうやってページつけるんだ、これか。すみませんね。ページを作る方法が、あ、これか。ページソース。ちょっとじゃあ、今から、そこあって、例えばですね、じゃ、こういうグラフ考えてみましょう。これ完全マッチングないと思うんですけども。で、じゃ、ここは1、2、ちょっと丸が小さすぎて、ちょっと書けない。先にこっち、1、2、3って書いて、で、1プライム、ちょっとやめとこうな。1プライムこっちにしよう。1プライム、2プライム、3プライムと。今、こういう、これ2部グラフ考えましょう。で、これで、先ほど今、エドモンズ行列作りますね。1、2、3、1プライム、2プライム、すみません。で、そうすると、1から見たら、3プライムにしか変がないので、X1、3って、ですね。2という頂点を見てみると、2という頂点を見てみると、3プライムとしか認識してますので、ここは X2、3で、ここが0、0と。で、3を見ると、ここかな？ X3、1、X3、2、0と。こんな感じになりますね。で、これで、行列式計算すると、これ0になります。0になりましたかって言ったら、0になりますね。いいですか？だから、完全マッチングないときには、あ、だから今これに言ってるのは何かっていうと、この G が完全マッチングを持たないで、この行列式、ロマン行列の行列式が0になるっていうものの例を書きました。ですかね。まあ、こんな感じです。で、今言ったみたいに、この、ロマンズ行列の行列式が行動的にゼロかどうかってことを調べれば、完全マッチングがあるかどうかってことが分かるわけです。分かるわけなんで、先ほどのそのランダカアルゴリズムを、この MG、エドモンズ行列の行列式っていう多項式に適用すれば、完全マッチングが存在するかどうか、存在しないかってことが判定できます。確率的に判定できます。で、それ実際やってみました。ますと、これ、まあ、実験でやったんです。実験してみました。今、G が偶数調の平和であるとき。偶数調の平和だから、こんな感じですね。今、長さ8の平和だと思いますけども、だからこの場合、これ N が4です。1、1プライム、2、2プライム、3、3プライム、4、4プライム。こんな感じですね。こんな感じ。で、この場合に、エドモンズ行列作って行列式計算したんですね。で、行列式計算して、その変数に値を入れると。値を入れて、実際に口頭的に、その値を入れた結果が0になるかどうかということを調べました。ということをやりましたとですね。で、この設定では、まあ、N を2から30まで1個ずつ動かして、S っていうのは1から K までの自然数のところにしました。これ、行列式計算して、行列式の値が0なのかどうかってことを判定するので、不動小数点とか使うと、イコール0なのかどうかってことが判定するのが難しいというか、ほぼ不可能なんですよ。だから、整数の計算でやってます。整数で計算すれば、0かどうかってことは確実に判定できる。そういうふうにしてます。で、K を2から30まで動かします。K って何だったかというと、この K ですね。
この S の要素数を表す K です。この K を2から30まで1個ずつ動かしました。で、それで、乱数使ってるんですけど、私の手元の Ruby で、やってて、乱獲アルゴリズムを100回実行して、口頭的に0ではないと出力して返す報告。まずですね、私いけなかったのは、このグラフには、このグラフというのは偶数中の比ですね。ここには完全マッチが存在します。完全マッチが存在しますから、口頭的に0ではないってことを、アルゴリズムが出力する場所は正しいです。だからその正しく出力した回数っていうのをまとめました。100回実行して100回中何回、それが起きたかってことを表にしたのはこれです。で、これ見るとですね、圧倒的に成功しますね。例えば、ちょっと小さすぎて見えないかもしれませんけども、これ K が15。K が15。つまり、1から15の中で、値を選んで、で、例えば N が、この例4ですね。N が4。だとすると、100回中何回成功するかというと、ここ見てみると、ちょっと、今、囲ったけども見えないんで、ちょっと、ここですと。これ99で書きます。あ、100回やったら99回成功します。で、もう、K が大きくなって、K が大きくなって、N がまた大きくなると、もう、ほぼ、時間もう100%成功してます。私が、実験した限り。もう失敗することがなさそうですね。で、これはですね、こんな感じでうまくいくわけです。だから、このグラフに対しては、こんな感じでうまくいくことが分かりました。ということを今言ったんですけども、ここまでいいですか？ これ実験何してるか分かりますか？いいですか？いまいちですか？いいですか？で、ありがとうございます。で、まあ、いいのかな。で、今からちょっとお伝えするのは、実は、まあ、この表で正しいんだけども、これはですね、いろんな実験設定に依存してるんですね。まあ、このグラフを使ってるのは、この偶数中の比を使ってるのは何でかっていうと、この頂点数を変えながら、なおかつ完全マッチングを持つということを保証されたグラフを作る方法の一つとして、これが一番簡単だったからです。だからやったんですけども、まあ一番じゃないですかね。もっと簡単な方法もありますけど、まあこれが思いついたので、やってるんですけども、ですね、ちょっと注意しなくちゃいけないのは、これは S をですね、1から K っていう自然数で選んだんですけども、これを変えるとですね、この結果圧倒的に変わります。で、どう変わるか。今、S をマイナス K から K っていう整数の集合とします。だからこの場合 S の要素数は、2K プラス1ですね。で、さっき言った通り、前の方で言った通り、S の要素数が大きくなれば、失敗する確率は小さくなるはずなんですね。間違う可能性、確率が小さくなるはずです。で、ちょっと前に戻りますけども、この前の状況では、これは S の要素数は、これ K です。K ですね。で、今やってるのは、これは、マイナス K から K までっていう集合にして、S の要素数を 2K プラス1大きくします。で、大きくしたときに同じ実験をしました。同じ実験というのは、この偶数調の平を、偶数調の平を選んでいきます。そうすると、この表の見え方は全く違う形になっています。全く違う形になってて、どちらかというと、N を大きくすれば大きくするほど、失敗する確率が高くなっています。成功率が下がっている。で、K を大きくすれば大きくするほど成功率が上がっているのは確かなんだけども、N を大きくすれば大きくするほど、この場合正解率が低くなっています。低くなっています。これはですね、なんででしょうって言われると、まあ、これを考えるのは割と楽しいかもしれませんけども、この謎はちょっと皆さんに残しておきましょうかね。まあ、なんかですね、だからこの、まあ、こういうその S の選び方っていうのは、割と実は重要で、何を選ぶのかってことが、によってこの成功率も割と変わってくるんですけども、だからそういう意味では、ここの選び方ですね、そのマイナス K から K っていう、この
選び方はあんまり良くなかった、その成功率を上げるのに寄与しない選び方だったということになりますね。ということなので、まあ、その S の選び方も 実用上は重要なのかもしれないということが、まあ、ここから分かるということにもなります。いいですかね。いいでしょうか。はい。うん。だから何だろうな。この場合にそのなんで N を大きくすると成功率が下がるのかってことを考察するっていうのは割といい演習なのかもしれませんけども、まあこれは演習にしてないですね。これ自身は演習にしたいですけども、考えると面白いかもしれません。さて、で、初めの方に言った確率増幅ですね。同じアルゴリズムを何回か反復することによって正解率が上がりますかってことをちょっと試してみます。で、今のこれですね、そのマイナス K から K までという形で S を やるんだけども、K を4の場合としてます。で、M が30で今固定します。だからちょっと前の絵に戻りますと、M が30で、N が30、ここですね。今、左下にいます。で、K が4。この時、まあ、ここの部分ですけども、この場合、100回中9回しか成功しないというふうに言ってるんですけども、この時に、じゃあこの同じアルゴリズムを繰り返すことによって成功率が、成功率、つまり間違わずに、正しく行動的にゼロではないと出力する確率が上げられますかってことを考えます。それをやりました。それをやりました。で、その図がこれです。で、何かっていうと、反復回数ですね。前の説明でいうラージ K を、0から100まで動かしたと。で、反復実行をして、その中で1回でも等しくないと、言ったら、行動的にゼロではないというふうに、報告するというアルゴリズムです。で、そのアルゴリズムを100回実行します。ちょっとこの100と100が合ってるから、同じだからちょっと見にくいかもしれませんけども、その、反復回数だけ分だけ反復して、なんだ、1回でもゼロではないというふうに言ったら、アルゴリズム全体として、行動的にゼロではないと出力するっていうのを100回実行します。で、それで正しく報告したのが何回かってことを書いているのはこの点々の方です。だから例えば、先ほど言った通り、この、これ、反復回数が1回、反復回数が1回だと、前のページのこの状況と同じです。だから、成功率は100分の9です。だからこの点、この点は、これ、値これ9になっています。9になっています。で、それを何回か繰り返すことによって、成功率上げられますかっていうふうにやってるのがこれで、実際にこう上がっていってると。で、90% を超えるのが多分40回ぐらいですね。40回ぐらい、反復すれば、成功率 90% を超えます。だからもともとその 9% ぐらいしか成功しなかったのに、まあ40回ぐらい繰り返せば、成功率 90% ぐらいになりますって言ってます。まあこの青い線は、何かっていうと、これ、まあ、理論値、何をもって理論値というかによりますけども、1回だけやったら、100分の9という割合で成功するので、その割合で成功するもんだと思って、その成功率を、試算すると、このカーブに沿うと。まあ、それ一応書いてますけどね。1マイナス100分の9の反復回数乗。を成功率とした曲線です。これ、かける100ですね。縦軸は、成功率と書いてますけども、もう、これはパーセントですね。成功率でパーセントと書いてますね。っていう感じになっています。ので、いかにこの確率増幅の、技法というのが使えるのかってことは、まあ、ここからわかるという感じになります。いいでしょうか。はい。で、今日、その、シュワルツ・ジッペルの、お題を通して、多項式の同一性判定って話をしてたんですけども、今、その、まあ、その多項式同一性判定の応用としては、完全マッチの存在性の話をしました。で、今ですね、これ、二部グラフの話をしていて、二部グラフの場合には、いろんなアルゴリズムが知られていて、まあ、こんな代数的な方向を使わなくてもいいんじゃないかっていうふうに思われるかもしれないですけども、実は、一般グラフの二部グラフじゃないです。
の、完全マッチング存在判定。でも、同じような手法が適用できます。で、これは非常に強力です。なんでかっていうと、一般グラフ、2グラフじゃないグラフの完全マッチングを、グラフの上のアルゴリズムとして実装しようとすると、これは、2グラフの場合に比べて、はるかに大変だからです。一方で、この代数的な手法は、割と自明な形、自明って違うんだけど、それよりは、はるかに簡単な形で実装しています。で、そのためには、先ほどのエドモンズ行列のような行列を、使うんですけども、この一般グラフ、2グラフじゃないときに使う行列は、別の行列で、これ、タット行列と呼ばれるものを使います。タットって、まあ、人の名前なんですけども、タットマトリックス。だから、まあ、興味がある人は、まあ、これ調べてみてもらって、いろいろと勉強してもらうといいかなと思います。で、またですね、この、そのグラフの完全マッチング存在判定問題っていうのは、いろんな形でもっと、一般化されるんですけども、その一般化された状況においても、この代数的な、アルゴリズム、あるいはこのシュバルツ実平の個体を使ったランタカアルゴリズムっていうのは使われていて、非常に強力な、手法であるってことが、このグラフアルゴリズムの分野では知られています。まあ、そういうものの、一端というか、一番簡単な部分のことを今日は紹介したという形になります。はい。では今日の講義は以上になります。ありがとうございました。